さて、まず、さあ、アイアン、はい、コーチング。あ、アイアンの皆さん、これだけ覚えて帰ってください。ドン、はい、名前、たくみさん、ランクはアイアン1、マップアセント、キャラブリムストン。ね、アイアンワンダー、よかった、来てくれるんだ。割と初期にインストールしたものを少し触って放置、最近 VC ダルの見上げちゃんとアイアンワンの人らしいですよ。これは敵は入ってこれないでしょう。でもこのアイアンワンの人めちゃめちゃうまいですね。何やってるんだ。まあまあでもこれ1キルしたからいないですか。焦った時のポイント、絶対に武器を構える。でもね、この考え方はもしかしたらイモータルまで使える技術かもしれないね。まあ、確かにナイフとか構えてる必要性ないですもんね。インスモークの強みを覚えたそこの木役、焦ってスキル構えて死んだことあるだろう。ダイヤモンドの人でもない、ナイフとかスキルで構えてる必要性がないから武器になるってことか。焦って分かんなくなっちゃった。そんな時は武器を持つ。このゲームの一番最強は武器です、はい、バロランドは銃がないと敵倒せません。分かんなくなった時は、これめちゃめちゃそうですね。拳じゃ勝てませんからね。スキル構えて死んじゃうことめちゃめちゃある。もしこの動画を見て、おいこいつなんかバンダルからスペクタル持ち帰ったな。ちょっと待って、ちょっと色ついてるからってスペクター拾っちゃダメだよ。アイアン隊の皆さん、はい、アイアン隊の皆さんにご忠告です。このゲームですね、色がついてる武器が強いとかはないんで。いや、さすがにそれは分かりますよ。さすがにそれは RGX バンダルの方が当たるとか、リーバーバンダルの方が集団率がいいとか、ドラゴンバンダルの方が弾がでかいとか、いろいろ言ってますけど、全部嘘です。騙されないでくださいね。プライムバンダルが当たりやすい、本当ですよね。これ僕すごい実感してるんだけど、プライムバンダルが当たるはガチですよね。いや、プライムバンダルは当たりますよ。あれは本当、当たりやすい。そう、なんか球がまっすぐ飛ぶ感じがする、ずっと。ペイトゥーウィンじゃないです、このゲームは。スキンがよく当たるとかは絶対にないです。騙されちゃダメですよ。あれ、嘘です。このゲームは、なんと無料ゲーです。みんな平等の状態で。まあでも、ライオットは、ゴールパーティーグレイブスで、ペイトゥーウィンでしたからね。断速ちょっと早かったからな。騙されちゃいけませんよ。やってるしね。味方も全員寄れてるから、ヘブンからの車線いっぱい取れてるから。お、素晴らしい。あれ、もう一人はメインかな。お、カバーすんだよ。大丈夫それじゃなくて、お前がカバー。おい、怒りたぞ。おいおい、これ何をこれ踊れてるんですか。まずい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 。あ、惜しい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 。何を笑って何を驚いてるのかが分かんないんだけど。エンタンの皆さん、僕とこれからのバロダン人生を歩む上においてですね、僕と一つだけ約束していってくれたらなと思います。スパイクを解除している人、実はですね、銃を撃つことができません。あ、そういうことね。あ、そういうことですね。あ、そういうことか。あ、そういうこと、そういうことか。確かに分かります。弱い行動なんですね。じゃあ、さすがにこれは僕も分かります。あなたはどうすべきか、守ってあげることが大事です。なんならスモークを持ってる、出ていく必要なくて、最中で解除してる人が撃たれそうなところをカバーするってことですね。きっとシルバー隊で出会った女の子が解除していた。そんな時にあなたが、いや、さすがに分かりますよ。そしてそこに来た敵を倒す。女の子はどう思うかな。私守られた。もう勝ったも同然よ。木役がいっちゃモテるからね、このゲーム。なので、設置する人は守れる練習をしましょう。解除して、僕が一番モテるんですか、デュエじゃなくて。でも守ってあげなきゃいけない。来たる女の子が解除してるのを守る時のために約束してください。よろしくお願いします。あ、ジェット最強ってことか。木出せるし、デュエだし。違う違う違う。お前、匠、お前、やってんな、お前。やっちまってんな。やっちまってんぜ、たくみ。お前2ラウンド連続、お前行くのか。やるんだな、今しかないんだな、たくみ。ちょ待って、これたくみさんって、これ名前たくみそのままですか。これマッチングしたことあるくない、これ3回ぐらい。
からランクやるわけねえだろ、考えろ。え、知り合いかもしんない。マジでエイムだけでダイヤ。マッチングしたことある気がする。え、ローマ字たくみですよね。わらわら、くさ、あ、わらわら、わろた、あ、くさ、わろた。やるんだな、今ここで。あの人か。やるんだな。わらわら、覚えてるの？行ってこいよ。じゃあコーチング意味ないじゃん。たくみコーチング受けてもアイアンなんだね。ね、ああ、そうなんだ。いや、わかんない。別人かもしんない。やるんだな、たくみ。行くんだな。わらわら、まさかの顔見知り。ああ、よかったよかったよかった。よかった。沼の底、知り合い判定ひろ。皆さん、僕の友達がバカにされてます。普通に言った。同じ戦友がバカにされてる。うわー、ナイフだ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 。さあ、高速設置。そして中設置。戦友がバカにされてます。おそらくマッチングしたことあるであろう、戦友が。じゃあ、まずいね。ですね。わっ、ジェットも見たことある。すごい知り合いばっかりいる、このマッチング。このコーチングの方が知り合いばっかりいます。なんででしょうね。総括、いつも楽しい楽しく見させていただきます。たくみさん、なるほど。間違えてたらガンガン突っ込んでください。わらーって書いてるね。すべてが間違えた。かわいそう。これから言わせればすべては間違えた。かわいそうなんだけど。とか突っ込まないとかじゃない。もうなんなら。でも、きつく言われないとわかんないですもんね。突っ込めないぐらいのレベルです、まだ。たくみさんは。これ多分マザーさんなりの優しさなんですよね。来るのは僕は失礼だと思いますよ。まあマザー企画だからいいです、はい。ジュニアさんには絶対に送らないでください。あそう、これちなみに僕が1年ぐらい前に僕の視聴者が勝手にジュニアさんに動画送って人間がプレイしてるのを送ってくださいって怒られたらしいです。皆さん勝手にやめてください、送るの。迷惑するの僕なんでやめてください。なら使わなくていい、使わなくていいから武器持っとこう。たくみさんは特にエイペックスの癖が出ててエントリーするとき絶対ナイフ持ってるから。え、やばい、僕もエイペックスやりまくってるんだけど、エイペックスもやめた方がいいのかな。ナイフで走り回る。え、もうやめた方がいいですか、エイペックス。一回殴ってから銃構えて撃つとかこのゲームちょっとできないんで、やめた方がいいところですね。お伝えしますと、まずショットガン。エイペックスやってるから僕もたくみさんも弱いってこと？最後のね、2ラウンドとかああいう動きは絶対しない方がいい。あとランクマッチやめましょう。アンレートでいいかも。君はまだ、ね、やばい。エイペックス2000時間未だにプラダイ止まり。エイペックス僕620試合ってブロンズなんだけど、ランク。え、僕、たくみさんより弱い？まあいいや、ランクマッチ行っていいことにしよう。うん、俺には関係ねえし。これさ、一番怖いのはさ、これたくみさん、コーチング動画送ったじゃん。これ僕わかんないだけでさ、名前隠してる仲間、僕の可能性もあるんですよね、これね。この試合。わかんないけど。怖くないですか？俺には関係ないから。なんか全然その可能性あるんではない。デスマッチとランクマッチを繰り返していきましょう。うん、それでいいです。ハリハリじゃんけんしましょうか？ハリハリじゃんけんっていうのは、じゃんけんで僕に勝ったら1週間いいことがめちゃめちゃあるっていうじゃんけんです。で、最初にじゃあハリハリじゃんけんやりますね。ハリハリじゃんけん、じゃんけん。